ベンジャミン・バネカーベンジャミン・バネカーはアメリカ合衆国で最初の重要なアフリカ系科学者。独学で木製の時計を作る。天文学を学んで暦を作成し、黒人は劣った存在ではないことを身をもって証明し、主張した。バネカーは自由黒人の息子で一生を父親から継いだタバコ農場で過ごした。機械工学と数学。 そして科学の才能を早くから表した。57歳の時、バネカーは近所に住むクエーカー教徒であり、科学者でもあるジョージ・エリコットから天文学の本を借り、独学で暦を作るための計算を習得した。1791年に国務長官だったトーマス・ジェファーソンの推薦により、バネカーはジョージ・ワシントン大統領からワシントン市建設委員会の一人として指名された。 だが、これより前にジェファーソンは、黒人を道徳もあり、人間とみなしはするが、アメリカにおいて、黒人と白人は、絶対に共存することはできないと主張していた。ジェファーソンは、自然によって二つの人種ははっきりと識別できるように、作られており、白人は、黒人に比して、肉体と知能の両面において勝っている、黒人が劣っているのは、 彼らが奴隷であることや彼らの社会環境が原因なのではなく先天的なものであると主張していた。この主張に矛盾しているジェファーソンの推薦についてある新聞は測量技師としての能力そして天文学の才能のある一人のエチオピア人がジェファーソンの主張する黒人は劣っているという論が何の根拠もなかったことを早くも証明したと論評した。バネカーは ワシントンでの仕事を終えると、1792年のための小読みを作成する作業に戻った。バネカーは新しい小読みを作成すると、その小読みをもとに奴隷制を廃止し、黒人の生活環境を改善する、要国務長官であるジェファーソンに書簡を送った。この書簡は、ジェファーソンの黒人は劣っているという説に、バネカーが答え反論する形となっていた。バネカーは、 書簡において次のように述べた。また、すべての人間は平等であるという貴重な言葉は過酷な奴隷制のもとに私の同胞を不正と暴力を用い抑圧することによって冒涜されていると書き送った。ジェファーソン自身が起草したアメリカ独立宣言の中で高らかに歌われているすべての人間は神によって平等に作られているという宣言文を ジェファーソン自身に思い起こさせ、さらに、ジェファーソンを辛辣に批判し、黒人劣性説を覆そうと、バネカーは、懸命に書簡の中で、ジェファーソンに反駁した。しかしながらジェファーソンは、バネカーの反論を真剣に捉えるどころか、黒人は劣っているという何の根拠もない説を、覆す証拠となる、バネカーの暦そのものに、疑いの目を向けた。ジェファーソンは、 その暦は近くに住むクエーカー教徒であり、科学者でもあるジョージ・エリコットの援助を受けたがために、初めてバネカーが作ることができたのだと信じていた。また、ジェファーソンの矛盾をついたバネカーの奴隷性に対する反論とアフリカ系アメリカ人への援助の願いは、全く無視され、ジェファーソン自身が奴隷を所有している事実、そして、ジェファーソンの奴隷性に対する考え方には、 何の変化も見られなかった。バネカーのスポンサーの一人であるジェームズ・マック・ヘンリーは、バネカーの小読みを初めて公に出版した。マック・ヘンリーは奴隷制廃止論者の一人であり、廃止運動の一環として小読みを発表した。小読みを出版する際に、バネカーは小読みを作るにあたって、誰の援助も借りずに、最初から最後まで一人でこの仕事を成し遂げた。このことは、 知能と肌の色とは何の関連性もないことを証明するものであると主張した。バネカーはマック・ヘンリーを介して多くの連邦政府の役人と重要なつながりを持つことができたと言われている。1791年から1797年までの間、バネカーの暦は毎年ペンシルベニア州フィラデルフィア、メリーランド州ボルチモア、デラウェア州ウィルミントン、 バージニア州ピーターズバーグ、ニュージャージー州トレントン、そしてバージニア州リッチモンドの6つの都市で見ることができた。1797年以降、バヌカーの暦は発行されることはなかったが、バヌカーは暦を作るための天文学的な計算をし続けた。1806年に自身の農場で死亡した時には、バヌカーは全米のみならず、海外においても、 アフリカの天文学者として広く知られていた。ありがとうございます。